続きましてがですね、松阪市役所に危機管理相談員を設置をいたしました。これも皆さん大体ご存知かと思いますが、昨年度1年間だけで市の職員が暴力事件に巻き込まれるという案件、事案がですね、3件ございました。私が就任からもですね、2件すでに発生をしております。私としては非常に重く受け止めておりまして、今回、なんとかですね、いわゆるそういった形の中で、こういう危機管理の方の体制を強化をしたいというふうなことで、考えております。で、特に、いわゆる県警の OB の方をですね、なんとか来ていただけないかというふうなことで、さまざまに働きかけをさせていただきました。で、今回ですね、谷正直さん、今日ここにお見えになっておりますので、ちょっとお聞きいただいてもらえますか。ありがとうございます。危機管理相談員を務めさせております。よろしくお願いします。はい、ということで、前職がですね、大台警察署の地域課長をしていただいた方でございまして、この松阪市の危機管理相談員というふうな形でですね、前兆的な形で、対応をしていただこうというふうなことで、考えております。ぜひともまたよろしくお願いを申し上げます。